懸命、毎日暑い日が続きます。子供たちも水分補給をきちんととり、適度に遊びながら楽しく音楽と向き合ってください。先生も謙虚に笑顔、日々初心忘れるべからずという言葉を肝に銘じて邁進しております。人間はつまずいたっていいんだよという相田みつをの言葉にもあります。誰でもミスや間違いがあるんです。進歩、誰でも 100% 元気な日はありません。良い時もあれば悪い時もあります。それを乗り越える能力を身につけるのも大切です。先生もミスや間違いを何回も何回も重ねて、やっと初めてできるようになります。それでは